い、どうも、レイジです。僕もですね、今まで、陸上競技ずっとやってきて、今 YouTube とかもやって、いろんなね、人に応援していただいて、いろんな人にね、知られてるわけですよ。やっぱね、ファンとかもね、ぼちぼちはいますよ。芸能人ほどではないですけど、陸上選手っていうのも、有名な人は、試合の会場とか行ったりしてね、いろいろレイリクで声かけてもらったりとか、サインを書いたりとかもね、します。ちょくちょくありますよね。あります、あります。はい、ここでちょっと僕が、今日話したいのは、今までに出会った衝撃のファン5選っていうね、話をしたいなと思います。はい、一応、今回5選ってことで、5人に絞らせていただいたんですけど、普通の会場でね、試合を見に来て応援してますとかのファンではなくて、基本的にプライベートで会ったファンだったりとか、こんなファンいるのみたいな。この激ヤバみたいな。ちょっと一歩間違えれば危ないぐらい。そうそうそう。っていうのを、僕が今まで出会った人、その他人が出会った人じゃなくて、僕に来た人ね。実体験で。そう。はい、っていうのをですね、今日は話していこうかなと思います。ランキング付けでいきますか、じゃあ。そうですね。びっくりした度合いで。そうやね。じゃあ、びっくりした度合いのランクでいきましょう。激ヤバ度合いでいきましょうか。じゃあ、まず早速いきます。はい。第5位。ツイートの写真見て、合宿地に来ちゃうやつ。え？実際に来たんですか？実際に来ました。やば。試合とかに来るのはいいじゃないですか。はい。でも、それが普通じゃないですか。そう、それはいいんですよ。ただ、練習とか合宿地にね、来るってのは、今ならいいですけど、当時はちょっと嫌やったかな。それ地元の人ですか？いや、多分そこの辺に住んでる人やと思うんですけど、僕がある合宿地で、合宿中にちょっと写真を1枚撮ったんですよね。で、それを SNS で上げました。はい。ほんなら、レイリ君、ここにおる。あ、ここ来てるんだ。次の日に、来ちゃうみたいな。うん。芸能人の出待ちと同じっすね。そうですよね。どうする？で、多分青山学院とかは結構普通にこれやってて、はい。多分公認というか、全然合宿中に、来てもいいよってなってるんですか？来てもいいっていうか、余裕で来てるな。ああ。公開しちゃってる。はい。なんか見たことある？そういう光景を。ファン対応してるのですか？でもね、あるよ、そういう場所。あ、そうなの？例えば、千葉県の富津。はい。あれ有名やん、合宿地で。うん。あんなん普通に練習しとったら、おるよ。バレバレだからみんな来ちゃうってこと？そう。合宿シーズンはもうバレバレやから、12月とかね。どうなんやろな。今はいいんだけど、やっぱ学生の時は、ある程度やっぱそのプライベートと、選手の時の使い分けっていうのをしたかった時期もやっぱあるから。あんまり練習見られたくなかったとか。あんまりやな。嬉しくはないかもしれん。うん、泥臭くやってるところは見られたくないっていう。今ならいいんやね。今ならいいんやけど、当時はだってそれが仕事じゃないやん。ストーカーってことじゃないけど、はい、あそこまでされるとちょっと。これはでも人によるよな。はい、どう思うかはね、自由な。うん、じゃあ次第4位いきましょうか。はい、第4位、佐賀のアウトレット、かっこ私服。佐賀。これね。どうやってそこに行き着いたんですか？いや、だから僕全くレースとか練習とかも全く関係なく、ガチプライベートで佐賀県に行ってた時があるんですよ。はい。で、遊びですよ。旅行です。佐賀県の鳥栖のアウトレット。普通に私服で買い物してたら、レイリ君ですよねって声かけられて。はい。若い女の子、同年代かな。一応まだコロナとかが流行る前だったんで、マスクはね、してなかったと思います。マスクはしてなかったんですけど、何の縁のゆかりもない時期に、何の縁もゆかりもない佐賀ですよ。うん、俺、よう分かったなと思って。東海のジャーシュが来てないですもんね。そう、来てない。そんな俺プライベートで T。もう好きすぎて T。そう。もう手袋から全部ね。東海、T。どうしたらもうタトゥー入ってるのバカだ。あげたら T。そう。そんなんじゃないんで、僕は。全然ね、普通の地味な格好だったんで。そんなね、やばい人じゃなかったんで、もう応援してますぐらいだったんやけど、話聞くと、いやでも最初見た時に、でもそうやけど、そんなわけないよなと思ったらしくて。向こうも半信半疑ですね。そう。半信半疑やったから、別の店舗からついてきたって。確信を得るために。そう。ちょっとストーカーした。そう、結構見とったよ。で、ビームスで声かけられた。いや、懐かしいよ。ほんまに。でもすごいよな。びっくりですね。やっぱそのジャージとか陸上のモードの時に声かけられるのがほとんどやから。スポーツ選手大概そうじゃないですか。そう。そのイメージになってますから。そう。でもやっぱ僕ぐらいでもプライベートで声かけられることはありますよっていう。はい、箱根駅伝とか出て、ある程度ちょいちょい有名になったような人はそういう可能性ありますよっていうことだけをね。プライベートからちょっと気を引き締めていきましょうねっていう。見られてるよって、ね。そう。電車で鼻くそほじんなよ、お前。気をつけろよ、お前。それ多分ファンじゃなくても見られてるんで、あいつは僕ね、なります。でもやばくねえでも知らん人っていいやん。そうか。知られてる可能性ある。あ、そうか、そうか。気をつけろ。ツイートされる可能性だ。そう。エゴさしたらね。中島スペース鼻くそ。じゃあ、第3位。実家の郵便局員。
その人が気づいたところですか。あのね、これは僕が箱根駅伝ちょうどね、優勝した直後だったんですよ、はい、うん、優勝した直後に僕インフルエンザかかっちゃって、いや、実家に一回帰省してたって話したじゃないですか、はい、その時に僕は実家にいたんですよ。ただピンポンが鳴って郵便局員が荷物を届けに来たんですよ、僕の実家兵庫県姫路市のね。荷物の宛先は僕のおかんの名前やったんです。あ、そうですね、うん、中島なんちゃらってお母さんの名前が書いてあった荷物を届けに来て、で俺しかおらんかったから、はい、ね、俺は療養中ですから、うん、そこで出て受け取って、あのサイン書いて、サインしてる時にパッて返した時にあれってなってあら、箱根駅伝走ってましたよねって言って、うん、ああそうです、うん、って言って、でもここには俺の名前書いてない、まあ名字は書いてるけど、はい、まあやばくはないけどさ、その人がやばい人やとやばいやん、うん、そうそう、その時点ではまだやばくないですけど、この後に何か起こったらその人のせい、住所知ってますよもう実家を押さえたぞっていう、実家押さえられてます親の名前まで押さえられてますよ、うん、電話番号とかも押さえられてますよ、うん、個人情報全部、そう、全然普通の人だったんですけど、はい、そんなバレ方すると思っていやマジで半分ミラクルですけどね。例えばその人が結構好きで、はい、俺の中学校大白書中学校とか分かってりゃさ、ある程度校区内っていうのは分かるやん、あ、まあここら辺大体これに住んでんだろうなみたいな、うんうんうん、っていうその先入観はあった上でかもしれない、もしかして、はい、この辺に住んでる中島まさかなみたいな気持ちで行ってたのかもしれない、うん、それ分からへんねんけど、まあでもとにかくもう僕はだって顔一瞬ですよ、そんな別にだって郵便局員の顔真面目に見ないじゃないですかサイン書いてるとか、うん、ありがとうございます、ちょっと伏せ気味じゃない、うん、なんかあんま目合わしたくなくない、あ、まあまあさらっと終わりますね、な、はい、俺あんまり目合わさへん、 ありがとうございます、そう、はい、ありがとうございます、はい、もうなんか悪いことしてるもうそれでもすぐ気づかれたから、うん、その後なんもないですよね、もちろんもちろんもちろん、僕の家は無事ですよまあでも一気に山田を増したかもしれないな、最近猫の糞に悩まされてるらしいね、猫の糞、猫が来ちゃうんですか、ベランダというかその外に猫の糞が落ちてる、でも砂とかじゃないですよね、砂利じゃないですよね、で砂利、砂利というかなんか石の、はい、猫見たことないねんけど、はい、猫の糞が落ちそうらしい、え、怖っ、猫ちゃんと埋めますよ、その砂利とかあったら、え、だからなんか俺のおかん作業巻いとるし危ない危ない言われたもん俺、あのちょっとあのこっち側乗ってよ、うんうん、画鋲巻いとうからみたいな、画鋲なのなんでだよ、それ対策になっとみたいな、夜猫のたまり場みたいになっとんかも、はい、ということでね、じゃあ次第2位、山手線さっき乗ってましたよね、ちょっとどういうこと、はい、声かけられたんですか、いや、これね、実はね、声はかけられてないんですよ。あ、これはね、結構最近なんで、もうマスクしてますよ。はいはい、で僕って結構普段、私服地味じゃないですか。うん、なんかもう真っ黒みたいな。この黒のズボンに、黒の真っ黒のパーカーで、うん、なんかもう黒マスク、はい、黒カバンみたいなさ。で、前髪もちゃんとあるんで、しっかりわかんないですよ、ね。そう。だけど、普通にそのプライベートで、渋谷から池袋。まあ俺、だって都内だと池袋結構近いから、降りるとき池袋ないけど、夜に渋谷乗って、で池袋まで乗って降りたんですよ。そしたら、その日の夜に、あの、ツイッターのダイレクトメッセージのリクエスト、だから CDI じゃないところに、はい、メッセージ1って書いてあって、で開いたら、その捨てやかみたいな、あの、もうその、全く誰かわかんない。そうそう、あーみたいな名前で。さっき作ったみたいな。そうそう、で、フォローゼロみたいな。はいはい、ほんとさっき作った即席のアカウントみたいなやつで、DM が来とって、今日、山手線で渋谷から乗って、池袋で降りてましたよねって DM やって、こと細かく書いてそうえ、どこから乗ったとか書いてんのみたいな、いや、もうってことは乗ってきた時から気づいてる、そうですね、扉開いた瞬間、そうどこしまで見るとそうなってますね、降りたとこまでチェックしてるとこは、はい、もう少なからずずっとおったわけや、うん、いや、声かけてくれたら正体わかるやん、はい、おじさんなのか、うん、おばちゃんなのか、それとも中高生なのか、分かったら安心するんやけど、身を明かしてないのが一番怖い、そうおったんよね、だから飛ぶかもしれんしな、うん、確かに隣はやばい、そうよ、ここやとしたらさ、はい、携帯の画面とかもちょっと見られとうわけや、はい、だって携帯横見えるでしょ、見えますそんな俺だってさ、こんなせえへんしさ、方言もあってんから、はい、ちゃんと返しましたもん、えー、じゃあ声かけてよ、わら、あ、その DM に、そう、だからやっぱ電車とかもその後はね、結構見られてるんちゃうかな、まあなんか一人でもやっぱ今まであったということやから、はい、ちょっと気にはなりますよ、俺やっぱさ、日本人の中ではモラルとかデリカシーはさ、ない方じゃない方やから、うん、電車内とかでも別になんていうか、その飲食とかやろうと思えばできるし、やっぱ昔はちょっとやってたよね、別に電車内でおにぎり食うとか、腹減っちゃったからね、そうまあ忙しいからさ、はい、もう本当に朝飯食う時間もないみたいな日結構あるから、やっ
ってた時とかやってた頃はあるんやけど、うん、まあもう大人になってからそれからもうやらんくなったな。じゃあもうだからそれ今やったらツイートされて、うん、シンプルにはずい。ああ見られるのね。うん、そう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 。僕はそのプライベートを別に見られるのとか嫌いじゃないというか嫌じゃないんですよ。あんま隠してることないんで、例えば24時間別にここにカメラセッティングされても、はい、そんなに嫌じゃないんですよ俺、うん、やましいことしないと。やましいことないんですよ俺、このままなんで、うん、みんなが期待すること何もないんですよガチで。だってプライベートもここにおるしな。だってプライベート仕事しない時とかに女の友達と遊びに行くとか、はい、男同士で飲みに行ってなんか遊びに行くとかさ、うん、ないやん、うん、俺もうここにしかおらんねんここで編集するか、うん、はい、もうなんか動画見るかゲームするかしかやってないよプライベート。ここに人が来ることもあんまないですからね。そうだからこそマジでプライベートとかどうでもいいの。ええー、ねんけど、ええー、けど嫌だなっていう。ああまあね、俺以外の人は嫌だよねって話ですよ、はい。だって別に僕より有名なランナーさんとか陸上選手なんか死ぬほどいますから、はい、いや絶対そうですよね。うん、そうよ。だから俺程度で来れないやから、うん、みんなもっと気をつけた方がいいよ。意外と有名人です皆さん、うん、はい。ということでじゃあ最後第1位いきましょう。これはちょっとね、今までよりインパクト忘れるかもしれんけど、はい、個人的にヤバと思ったやつ、うん、怖ってなって、うん、手作りいちご大福おじさんおじさんかいおじさんなんかいもうやばいでしょ、もうタイトルでやばいでしょ。怖い話。まあこれとあるレースで応援してますって言ってね声かけてくれたおじさんだったんですけど、なんかそのあれじゃないですか、失礼やけど、はい、物優しそうな、例えばほらあの俺たちがレイリーツで行った時の、はい、あのおじさん、ああいう人って別になんかやらかそう、やらかそうというか、はい、すごく良さそうなおじさんじゃないですか、はい、でも逆もいるじゃないですか、うん、ちょっとこのおじさんやばそうやなみたいなさ、うん、なんか危険な匂い、危険な匂いする人いますね。生理的に受け付けなさそうな感じの空気感やなっていうと、どっちかというとそっちだったんですよね。あ、その大福おじさん、そう大福おじさんが、あお疲れ様でしたみたいなね、ああいや全然ありがとうございます、まあそれだけだったらいいんですよ、はい、たらなんかその帰りにちょっとこれ作ってきました、作ってきたんでみたいな、いちご大福、しかもチョイスいちご大福なんかいパックであのもう商品じゃないからさ、はい、なんか手作りそう、手作りのパックで、いやいやいや食いたないな俺は何が入ってるかね、じゃあ無理やし俺は、うん、でもその時ちょうどね家族来てたんで、ほんで僕はあのお母さんとか、あのこれいちご大福みたいな食べるみたいな、うん、そうなんこれもらったんつって、うん、なんかあのおじさんがこういう手作りのいちご大福やって、パワーワードなんだよな、でお母さんに渡したら、いや絶対いらんさっきまでちょっと食いたそうやったいちご大福、いやいやわって、いやいや無理無理無理ってやって、うん、多分その後確かお父さんかなんかに、うん食べるみたいなもらったんやって、なんかおじさんのいちご手作りいちご大福って、はい、お父さんもいや持ってろって食わ食わ、おじさんってワードつけたらダメだぞ誰も食わ結局多分誰も食わかった、うん、別に多分大丈夫、全然普通ないでもなんか嫌なんや、なんかねこれはどうなんだろう、俺が悪いのかちょっとわからへんけど、うん、食べ物はねやっぱちょっと嫌な、手作りってなるとね嫌っていう人はいますよね、食べ物嫌やな、目の前で作られるんだらいいですけど、基本自分来るもの拒まずなんで、あ全部受けるんで、まあでもファンの人から確かに食べ物もらったこととかもゼロじゃないわけですよ、うん、まあ例えばチョコレートとかね、まああるんですけど、はい、でも買ってきたもんすか、それは、ね、買ってきたもんがいいわ、でも大体買ってきたもんやで、手作りはまれまれやし、嬉しくはないよね、ほんまね、彼女ちゃうねんから、うん、っていうのはどうしようってなりますよね。あ、そう、うん、困んねん、逆に、その愛情を注がれても困んねんもっとこのこの愛情は受け取れないよっていうね、そうラフに言ってほしいよね、うん、逆に購入したものだったら全然もらってたことはありますよ、まあ、こんな感じですね、まあいろいろありますよ、僕も箱根出ただけじゃないですね、いやこれでも箱根勝つ前の話結構あるよ、思うすか、あるある、出てからやけどな、はい、もちろん1年生の時に1回出てからやけど、うん、あ、まあでもそっか、2個か3個くらいは箱根駅で優勝する前ですよ、へ、うん、だからフォロワーも数千人時代です、うん、そう万とか言ってないです、5000人とか、その程度、その程度、それでそこまで顔売れてたからすごいですね、うん、そんないっぱいおるやん別に、うんうん、今でこそさ1万4000ぐらいおるかなって言った、はい、だからまあ確かにって感じはするけど、当時5000人6000人の時ですから、それぐらいだったらいっぱいいるんで、うん、まあみんなね、まあ、気をつけるとは言わんけども、はい、こういうこともあるよって、そうある程度自分はみんなに知られてるんだよっていうのがね、うん、逆に言うと箱根駅伝目指したいとか、陸上で活躍したい、長距離で活躍したいっていう人はね、これぐらいでもこれぐらいの経験はできるこんだけ応援されるよってね、そうあのちょっと成人式で写真撮ってくださいってなって、みんなにあのでかい顔はできるよっていう感じですよ、うん、だって普通ないですから、普通ないです、ね、俺の中学校の同級生たちは知らない人から写真撮ってください、ファンです、応援してますっていう経験は死ぬまで一度もないですから、それを成人式の時に目の前でマウント取れるわけですよ、うん、それは俺がやったら嫌やな、ムカつくやろ、友達サイドやったら嫌やな、ムカつくやろ、悔しいや、うん、そうそれできるんですよ、
だからまあそれはね、みんなあのモチベーションにして有名になりたい、チヤホヤされたいっていう人が多分男やったらもう9割はおると思うから、見られたくないとか1割程度でしょ、そんな。だからそれぐらいはね、まあ、目標にして皆さん頑張ってください、はい、皆さんいちご大福もらえるように頑張りますそこだからやばいんだって、はい、やばい人なんだって、はい、以上です、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。